雨止むまで帰れません。まあ今から雨止むまで家帰れないということで、本当に意味がわかりませんけども、まあ、頑張っていこうと思います。過激な状況、過酷な状況でさ、あんなさ、やらしいドッキリ仕掛けてくることある？疑うわ。人間性を本当にもうないですよ。 5% ぐらいしかないですけど、まあちょっと帰れないなと思ってもうちょい頑張ります。レイが来ました。今2時22分ちょっとね、サポートアイテムを持ってきたんだけど。え、マジで？いや、俺あの真剣に何欲しいって思ったら、あの顔を洗いたくないって思って、お湯と。マジ？お湯来た？お湯とオケを。マジか、熱っ。新しいバスタオルみたいなタオル持ってきたから。熱っ。これマジか。ちょっと電子ウォッシュレットしてもいいかなって。うわ、なんでお前正式メンバーじゃねえんだよ。あと、これモッチが買ってた。あ、正解。ありがたい。ちょっとマジか、熱いな。普通に熱いな。いや、欲しいかなと思って。いや、普通に欲しいよ。いや、めっちゃ湯気出てる。よかった。うわー、ちょっと待って、やばいかもしれん。熱っ熱っ熱っ。だって想像より熱い。ちょっと待つわ。うわ、でかっ。うわ、いやちょっとね、いいもん持ってきたわ。いいもん持ってきたし、何より友達がいることがやばい。約1時間半ぶりの友達。あとモバジュ、モバジュはまあ、あ、モバジュ、まあ、無限にあるだけ嬉しい。あれだけいい。ありがとう、頑張ろう。いや、マジで頑張ってる。頑張ろう。本当に。でもまだ平気、なんか本当なんかまだ平気。そう、でも何気もう 5,6 時間経ってるって思うと、ね、やばい。意外にね。じゃあちょっと行きやす。どうぞ。あはやばい。気持ちいい。気持ちよすぎる。いや、1時間ここにいただけで、うん、あ、体決めってなったから。もう風呂だよ、これ実質。そうそう、多分もうないよ。もうない。もうない。これ冷めたらおしまい。うわー、マジで。うわー、レイいてよかった。絶対やったら来ねえもん。サプライズだわ。よかった、仕事なくて。危ねえよ。まあ現在ね、2時半なんですけど、まあ、レイがしばらくいてくれるっぽいんで、まあ、雨も強くなってきてね、多分もう本格的に帰れなくなりそうなんで、これつらい。まだまだ頑張りたいと思います。頑張ろう。おう。はい、というわけで現在の時刻が4時29分ということで、日が昇りました。こんな感じですね。まだいます。まあ、未だに雨は止まずというか、もうなんかひどくなりましたね。一回出てみましょうか。もうこんな感じですよ。音でもう分かりますよね。バチボコ雨降ってます。これやぶか。いや、もうこれは本当に200コースな気がしてきた。辛さは？辛くはない。なんかもう常に友達が、まあ、常にっていうか普通に 1,2 時間空くことはあるけど、友達いてくれるのがあるし、電話とかもしてるので、実際そんな孤独に耐え忍ぶことはあんまないんですけど、でもなんかふと家を思い返すと泣きそうになりますね。なんでね、まあこんな感じですけど、まだまだ頑張りたいと思います。まだ開始してからね、まあ8時間ぐらいかな。余裕っすね。あとこれは3セットぐらい。余裕っすね。頑張ります。頑張れ。帰るわ。おう、ありがとうな。じゃあちょっと今日1日来れないから、オッケー。夜まで頑張れ。オッケー。行ってしまった彼は。普通に朝なんですよね。まあ雨は相変わらず土砂降りなわけですけど。お、電話来た友達から。6時、7時ぐらいには着くと思う。オッケー。おやすみ。ありがとう。うん、オッケー、来たね。ありがとう。6時33分です。めちゃくちゃ降ってる。わかるかな、まあ、音でわかるか。この北
画始まって以来一番降ってるんだよな。なんか次のチャンスはヤフー天気見ると13時ぐらいに一回止むっぽいんですよ。13時14時ぐらいに一回止むっぽいんで、雨雲レーダーによるとそこが次のポイントっすかね。なんでまあ普通に今日ねオンライン授業とかもあるので、まあ土手で受けるんですけど、まあおもろいからいいかなと思います。眠い、本当に眠い。ああもうダメだ、また後でバイバイ。意外と石痛いかと思ったけど普通だわ。うわ寝れるなこれ。寝れるけど友達がいないと寝れない。大丈夫？大丈夫じゃない。生存者みたいになってる。生存者1名他にない人も。じゃあまたな。どうも、8時1分です。さっきまで寝転がってたんですけど、雨がもう土砂降りになっちゃって、俺のエリアがこうやってもうね浸水しちゃったんで、ちょっとねここベンチあってよかったんですけど、場所移動しようかなって思いますね。なんか国道とか鉄道とか走ってるとこの下とか多分いい感じだと思うんで、ここまでちょっと目指して歩きたいと思います。授業が1時間後にあるんでね、それまでに着きたいですね。じゃあ新拠点でお会いしましょう。ということで約20分かかりました。移動完了です。まあ、こういう感じのね雨が降らないとこ来ましたよ。ここならね寝袋引けば寝れるから全然ありマシですね。まあその代わりねズボンがこんなに濡れましたけど、まあそのうち乾きますよ。というわけでここを拠点にねちょっとあとまあ次のチャンスまでの6時間ぐらい頑張りたいと思います。今眠くはないですけどめちゃめちゃ帰りたいですね。じゃあおはようございます。現在1時なんですけど、今雨止んでます。普通にどうせすぐ降るんだろうなと思って10分ぐらい様子見てたんですけど、なんかどうやら普通に止んでるっぽいんですよ。寝てて様子見てたんですけど、今あんま見せられないけど普通に雨雲レーダーも何も反応してなくて、で体感も雨降ってないんですよ。普通にほら下も若干乾いてて今完全に曇り、でも本当に降ってないっす。マジでちょっと見てわかるかな、まあでも音とかでわかると思うんですけど風強いだけで雨降ってないんですよ。ほらわかる？この若干ポツポツいってるのはね橋がねちょっと水落ちてきてるんですけど、雨降ってないんですよマジで。こんな感じで、いやワンチャンある、ワンチャンある。よいしょ、この状態があと20分間ぐらいキープされたら基準満たすんで帰れます。やばい、普通にめっちゃ帰りたい。途中まで動画のためにもう注意だなとか思ってたんだけど、もう無理、普通にクソ寒いし帰りたい。で今1時3分で12時50分ぐらいから様子見てて降ってないんで、1時20分ぐらいまでこの状態キープで降ってなかったらマジで帰宅です。このタイミングで雨止んでくれんのマジでやばい。とりあえず1時20分ぐらいまで様子見ます。ちょっとねまた5分前ぐらいになったら回したいと思います。頼むマジでおテントさん、この天気キープ。いやこの橋の下環境普通にいいんですけど、今見てわかる通りこうね風がすごく強い時期が一時期あって、ものすごい風入ってくるんですよ。だからもうどんどんこのね生活エリアがね狭まっていくっていう、ちょっとマジで嬉しいな。この聞こえてるか分かんないですけど、このポチャポチャ言ってんのはこの橋から落ちてきてるやつで、今ね天気めっちゃ穏やか、まあこの状況で穏やかはちょっと分かんないかもしれないけど、普通になんか今日千葉県今日ですね、今日強い風に注意してくださいみたいなのが警告されてて、またまたと思ったんですけど、ガチでやばかった。さっき今日の朝から昼にかけて本当やばかった。オンライン授業中とか本当やばかった。あーマジで嬉しいな、このまま行ってくれたら。
当にもうね、ちょ限界なんすよ。ケツが痛すぎてやばい。まあ、眠気はちょっと仮眠取ったんであれなんですけど、ケツですね。あとは普通に、なんだろう、メンタルって言ったらおかしいんですけど、でもメンタルなんですよね。別になんかめっちゃ帰りてっていう感じじゃないです。一番帰りたかったのは朝6時ぐらい、本当にレイが帰ってからずっと一人ぼっちだったんで、その時ネットフリックスとか見て頑張ってたんですけど、本当にその時帰りたかったですね。その時がピークで、今は帰りてってわけじゃないんだけど、でもなんかこうなんか帰れるかもしんないってなるとなんか高ぶっちゃうみたいな感じで、こんな振り返りっぽいことしてるけどさ、これで雨降ったらマジブチ切れなんだよな。今11分、あと9分だね。今んところいい、今んところいいっすよ。ヤフー天気見ますね。また雨雲レーダー、あマジか、めっちゃいいぞ雨雲レーダー。普通に14時まで雨降らない予報っすね。うわこれは勝ち確なんじゃないか。ちょっと待って、希望が見えてきたかもしれない。ちょっと名称に言います。名称の LINE のグループで言います。送りました。帰れそう。うわちょっと待って、でもまたね1時20分からオンライン授業始まっちゃうんで、受けながら帰んなきゃいけないんですけど、とりあえずやばい、普通にやばい。うわ帰れる、あれやばい、めっちゃ雨止んでる。今やばい、今めっちゃ雨止んでる。今16分、あと4分。ここにね大きい水たまりはあるんですよ。わかるかな、こういう感じであるんですけど、ほらもう一切水滴がうかがえないのがわかるでしょうか。来てる、やばい、やばい、18分、18分、今うわやばい、ちょっとあと2分、うわやばい、もうオンライン授業始まっちゃうんだよな。ちょっと雨止んだってとこ撮ったらオンライン授業入るわ。ちょっと雨優先だわ、ちょっと普通に。でもオンライン授業に入る準備はしとく。やべえ、テンションがなんかよくわかんないけど上がってる。今19分、あと何秒、あと10秒で20分になる。やばい、来た、ちょっと LINE 来ちゃった、 LINE 来ちゃった。ちょっと1時20分、ちょっと30分経ちました、30分経った。ちょっと待って、改めて確認しよう。やんでる、やんでる、雨やんでる、雨やんでるよ。はい、というわけでオンライン授業をね10分間ぐらい受けて35分なんですけど、もう降ってないんで歩いて帰ります。まあ歩けなくはない距離にいるんで、まあ1時間ぐらいかな。もうはい、とりあえず授業受けながら帰ります。嬉しい、帰ろう、 Go home。 いや最高すぎる。